本日は答えの中党発表会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。また平素から格別のご後輩をいただいております。ハイブリッド乗用車プリウスを技術革新への積極的な挑戦はもとより、社会との対話を繰り返すことで新しい全く新たに専用に開発した高効率ガソリンエンジンとエンジンとモーターを併用して走行します。21世紀の車の方向性を示す新しいビジョンの提案です。人間工学的なレイアウトとアート感覚の造形がベストアレンジされたマルチディスプレイには、ハイブリッドシステムのエネルギーモニター画面や燃費が…This is just, you know, the head start of various hybrid systems being developed by Japanese and European and American automakers. So we'll see how it evolves into, but I think this is a very good head start.まあ、結局最終目的はやっぱり今これだけ公害で騒がれておりますから、そういう公害のない自動車バッテリーをね、早く少なくて済む、そういう高効率のモーター、新しい原理のモーター、こういったものにやはり仕上げたいと思ってますね。